ホーム、吉池温泉前駅は、山梨県富士吉田市富士見4丁目にある、富士急行富士急行線の駅である。駅番号は、FJ13、短式ホーム一面一線を有する地上駅。線路はほぼ北東から南西に走り、ホームは線路の南東側に設けられている。ホームからは、駅のかよし高田に出るスロープが出ており、これが、駅の出入り口となっている。 無人駅で駅舎はないがホームの上には小さな待合所が設置されている。出口の脇のホーム上には公衆電話が1台設置されている。自動券売機は設置されている。富士山の高線である足の池温泉の最寄り駅となっており、駅を出て踏切を渡ると5分ほどで温泉に到達することができる。足の池温泉は足池温泉とも言われ。 駅名はこちらから取られた。また古くは、おだれの湯とも呼ばれていたため、戦前はこの駅もおだれ高専前駅という名称であった。駅の周辺には人家が散在しており、商店や食堂も見られる。国道139号は駅の南300メートルほどのところを通っている。駅から南に約350メートル離れた富士見町会館前バス停から、 路線バスが発着している。2017年度の1日平均乗降人員は132人である。近年の年間乗車人員、乗降人員の推移は以下の通り。ありがとうございます。